全試合に出場していました吉田です。この代わりに今日は森下がスタメンです。さて両チームの選手たちがピッチに入ってきました。今シーズン最初のスタメン金崎ムー先頭、面白い。さあ抜けて中谷の対応になるか。ホセルシュート決まった。アンダー21日本代表細谷真央が決めました。今シーズン2点目、前半の6分です。いやここ、まあ、先ほどと一緒で、まあ、名古屋陣内でもう一回奪い返すんですよね柏が、はい、ですかさず、まあ、前線に送った後、まあ、コンビネーションクリック気味に、まあ、ここ小山ですかね、ここに細谷がうまく走り込んで、まあ、ドリブルでちょっと左に流れたんですけども、まあ、やっぱ得意な方なんでね、しっかりニア上狙いましたね。いいシュートでしたね。しかもユースの先輩の中谷を置き去りにしました、ね、はい、いいこう中谷からの離れ方しましたね。ドリブルのコース、森下はただ下げてレオシルバー、宮原から金崎、マテウスだ。決まった。見事なコントロール、マテウスカストロ。マテウス今シーズン最初の得点ということになりました。宮原から金崎にしっかりくさびのボール入れて、金崎が相手をこう背負いながらもしっかり、まあ、マテウスにしっかりシュートを打たせるような落としをしましたね。左足でマテウスもやっぱりこれ予想してて、金崎に入った、金崎に入った瞬間に、まあ、前向きでサポート行ってますし、まずこのシュート見事ですね。すごいとこ決まりましたね。ギリギリのところですね、はい、これキムスンギもちょっと難しいでしょうね。それも大きかったですね、はいはい、今のシュートは狙いだったでしょう、うん、今度は落として宮原です。さあ先頭だ、先頭だ。触ったか、キムスンギ触ったか。いや触ってないんじゃないですか。わずかに枠を外れました、はい、ちょっと大南が残ってましたね、はい、なのでチアゴは中央です。中谷が少しニアに来たか。ここはどうだ、弾いた。飛び込んだのはレオシルバ、はい、当然出れないですからキムスンギにとっては、はい、で 前で触られる危険性があるんで、マテウスのカウンター、先頭がスピードを上げて中央にいるが、マテウス浮かしてファーサイド、金崎だ。止めたか、もう一度押し込んで、ここマテウスが自分でもスピード乗ったドリブルから右足でのピンポイントのねクロス、金崎もここもやっぱりファーにこう奪い切った。どっち、小山津越えて細谷、小山津を使った、小山津止めたか、当たりましたね、はい、でしたけども、はい、このオーバーからこのスルーパスも良かったですし、はい、ジャッキンですが、ラグ名古屋もいいポジション取っていますから、ただワンタッチで打開していきました。いい、ね、あ、空いてますね。川口からのクロスでラグ名飛び出た、こぼれた、おっと大見の威嚇、小山津、最後はチアゴがいました。中央小山津、そして細谷だ。チアゴが高さで制して、マテウスサビをつないで、チアゴ、小山津が来た。まあこの浮き球のボールに対して、まあ、チアゴで早く反応して、マテウス少し流れて、ここで試合終了のホイッスル。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification